どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はですね、混沌のマキシマムバーストをね決めていくデッキをご紹介していきたいと思います。結構決まるよ。混沌のマキシマムバーストっていうのが何かっていうと、ブルーアイズカオスマックスドラゴンっていう史上最強にかっこいい儀式モンスター、皆さんはご存知でしょうか。リンクスにはカードとしては実装されていなくて、スキルでしか使えないんですよ。この、DSOD ワールドの会話のこのスキル、完全なる敗北という形、6ターン目以降に使用できる、自分のデッキの一番上にブルーアイズカオスマックスドラゴンを1枚追加するっていう、そういうスキルですね。一応守備力うんぬんかんぬんはあるんですけど、デュエル中に一度しか使えないスキルで、だからデッキトップに置くよっていうスキルなんで、まず次のスキル使った次のターンにしか引けないし、そういう弱点はあるんだが、このモンスターが本当にかっこよくて強い。もうブルーアイズの中ではやっぱり一番好きですね、僕はこのモンスターが。アルティメットドラゴンとかネオブルーアイズとかいろいろいるんですけど、やっぱカオスマックスが一番かっこいい。一番かっこいい。やっぱこの青いカードってかっこいいんだよね。わかります？リンクモンスターは僕そんなに好きじゃないんですけど、この儀式モンスターのこの青いカードすごいかっこいいでしょ。かっこいいんだよ。で、儀式モンスターの中でも多分俺一番好きだわ、ブルーアイズカオスマックスドラゴン。だってもうこのフォルムね、このフォルムもう最高なの。やばい、愛を語るのやめよう、もう。このぐらいにして、で、今日はどういうデッキになってるかっていうと、カオスマックスを出すんだけど、カオスマックス結構出るまで時間かかるんですよね。これ要は6ターン目に、以降にしか使用できないんで、だからどうやって耐久するかっていう話なんですよ。今までは外役みたいなムーブして、ひたすらに変えるみたいな意味やからムーブをしてたんですけれども、今回はブルーアイズギミックで狙えるようになったんですよ。何かっていうと、やっぱりね、強いよ。スピリットドラゴンがやっぱり強い。守備3000で墓地効果止める、変身できるっていう、やっぱスピリットがそもそも強いっていうのと、あとその壁として、銀龍も強いし、これが結構強いんだよね、不夜城が。これ何かっていうと、このモンスター新強召喚に成功すると墓地のレベル9のモンスターを特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんですよ。だから1回使い終わったスピリットドラゴンとかを蘇生できるんですよ。で、しかもこいつ隠された効果で、このカードがモンスターゾーンに存在すると、召喚特殊召喚されたレベル8以下のモンスターはそのターンには攻撃ができませんっていう、攻撃ストップの代わり、召喚用みたいなことできるんですよ。これめっちゃ強くて、だから理想盤面はね、スピリットドラゴンと銀龍と不夜城っていう、結構できるんですよ。これ対戦の様子を見ていただければ結構できるの分かると思うんですけど、結構この場面揃うんですよ。だから3000の守備のやつが3台バッて並んで、それで場面ロック、もうあとはもう頑張れ、それで耐久で、バックは結構毎ターンその銀龍の効果でこれ呼べるんで、墓地から白き霊竜が、だから霊竜をこう蘇生して、バックを除去していくっていうで、白き霊竜レベル8なんでカオスマックス出せるんですよ、こいつで素材として。素晴らしいね、本当に。だから今回はそれをガン回しするためにギミック作ってきました。要は霊竜、白き霊竜じゃねえ、聖霊竜、聖霊竜を作んないといけないから、霊道と、剣士と乙女、このギミックですね、基本的には。で、デッキトップに持ってきた、カオスマックス、これを即座に引きたいので、俺はもう即座に引きたいんですよ。もう待ってらんないんですよ、もう次のターンとか。だから、取引と、墓穴の蜜でこれを入れてます。これでデッキトップ1枚引けるんで、無の煉獄とかもいいんだけどね、この辺のカードを入れて引きに行くっていう、そういう感じ。この辺は自己回避にもなるんで。というわけで早速ね、もうどうせオルタナでしょってみんな思ってるんですよ。この会話が出てくると、スキルがオルタナじゃないんですよ。ブルーアイズオルタナに変身しないんですよ今回。なんでかって、混沌のマキシマムバーストをぶち込んでいくからさ。デュエルスタンバイ。さあ本日もですね、ルーム戦で遊んでる時のエンタメルームの様子をねご覧いただきたいなと思うんですが、これでもね、ある程度強いから、もしかしたらランク戦とかでも決まるかもしれないね。なんだかんだやっぱシンクロモンスターの壁が結構強いんですよ。なるほど、生物か、はいはい。結構このシンクロモンスターの壁が結構3000の壁が結構すぐ並ぶんで、耐久力は結構あるんですよね。意外と決まると思う。ちょっと罠がねえから、もうちょっとこう、なんだろう、調整する必要はあると思うけど。なるほど。で、スケルトンね。で、カノーね。オッケー。で、バルムンクしか出せない。今は。闇属性しか特殊召喚できないから。闇属性のシンクロモンスターレベル4ってね、バルムンクくらいしかないんで、今。バルムンクしかないから、幽連2には。魔界騎士、バルムンク出てきて、それ殴っていただくのは全く構わない。全く持って構わない。で、ブルーアイズ。白き霊竜を特殊召喚。これはあれですね、墓地を食っといて、源流で毎ターン蘇生するっていう動きが強いから、これは最強カードきた。最強カードきた。で、青き目の剣士を召喚。青き目の剣士の効果発動。青き目の剣士の効果によって青き目の乙女を持ってきて、そして、レベル8、白き霊竜にレベル1、青き目の剣士をチューニング。白き大気がどうのこうの。シンクロ召喚スピリットドラゴン。これ何？それいらない。で、ターン終了。3000の壁結構さ、強いじゃないですか。なんだかんだ。変身するし、こいつで。だから3000が超えらんないような、なんかデッキであれば意外といけるんですよね。これだけで耐久できるから。聖杯。おっ。これなんだっけ？デッキから生物を持ってくるみたいな効果あったよね、確か。生物を持ってくるは止めんじゃない、さすがに。生物の巡るとか持ってこられるとクソめんどいから、これは止めた方がいいわ。で、ビリビリってなる。墓地効果止められるし、3000の壁だしっていうことで、意外と結構こいつ強いんですよね。だからこれが壁になるっていう。で、リースは召喚特殊召喚に成功すると聖杯持ってこれるみたいな。ちょっと勉強したから、俺も聖杯生物は少し勉強した、少しだけで。墓地にこいつがいると回収して、なんかあれだよね、手札のモンスターを食って回収するみたいな思ってると。はいはいはい。で、回収していく。いいよ、それは全く問題ない。3000超えなければ大丈夫。セット OK、 セット OK。 セットするんだったらドローフェーズ変身が一番いいんじゃねえかな。ターン終了時か。でもさすがにターン終了時変身、ターン終了時銀竜特殊召喚して、で、次のスタンバイで霊竜蘇生してバックを除去していくっていうね。この動きがやっぱ強いですね。で、こうして、で、白き霊竜で相手のバックを除去しながら、しっかりとお掃除をして、カオスマックス先生がね、降臨するまでに、ちゃんと底なし落とし穴とかは踏んでおかないといけないんで。なるほど。オルフェゴルプライム OK。で、青き目の剣士の方、まあ、乙女じゃないか。乙女のがいらないな。で、乙女召喚して、で、もう一回シンクロする。これはスピリットの方かな。まあ一応、不夜城を特殊召喚すると、スピリット蘇生できるんですけど、場は開けときたいな。なんかバックは除去したいってなんだけど、ちょっと考えるわ。どうしようかな。まあいいか。スピリットの方がいいよね、多分。これスピリットの方が多分いい。で、レベル8、白き霊竜に、レベル1、青き目の乙女をチューニング。聖なる守護、身にまといし、白き竜よ、その青き眼に映る敵を召し、新たなる脈動をかきたてよ、シンクロ召喚、降臨せよ、ブルーアイズ、スピリットドラゴン。これでターンを終了するぜ。これは無限のか。なるほど、これはターン終了だ。で、次のターンスキル発動して取引だ。次のターンスキル発動して取引。もうね、待てないんだよ俺。これデッキトップに置くっていうスキルなんですよ、カオスマックスドラゴンを。だから俺待ってねえから引くんすよ。リサイクラー OK。 リサイクラーね、リサイクラーで、そっか、機械族だから落とせんのか、正常かなんか。なるほどな。なんか生物、なんかね、今のところでもなんか何がしたいか分かんない人がある。オルフェゴーの方、スケルトンを除外して、これはカノーネか。カノーネは別8の闇属性、8の闇属性はちょっとめんどくさそう。8の闇属性はめんどくさそうではある。やっぱ墓地効果止めるのやっぱ強いね。こういうなんか、なんだろうな、ネタデッキ殺しっていうか相手のネタを殺していくっていうか。あ、なるほどね。で、これ邪魔だから聖杯リースで回収しながらあれか、どかせんのか、攻撃表示のモンスターを。いいね、守備に。オッケー、いいよ、全く問題ない。いいよ。ではそのバックをしっかりと除去させていただくということで、自分よろしいか、自分スタンバイフェーズよろしいか。これは発動をしなくていいね。でスタンバイで源流効果発動、帽子の白き霊竜の効果を発動。このモンスターはスタンバイフェーズ時に帽子の通常モンスターを特殊召喚できる。そして白き霊竜の効果を発動、相手のフィールドのマオトラップカードを1枚除外していく。おっと、ああめぐる強い、最強カードきた。そしてスキル発動、完全なる敗北という私、貴様にお見舞いしてくれるわ。暗黒界の取引の効果が発動、お互いにカードを1枚ドローし、その後カードを1枚選んで墓地に送る。そして俺は手札よりカオスフォーム発動、レベル8になるようにモンスターをリリースし、今こそ現れよブルーアイスカオスマックスドラゴン。ふう、貴様に敗北の2文字を叩きつけてくれるわ。バトル混沌のマキシマムバースト、完全ダメージ倍だ。対戦ありがとうございました。ふん、勇気勇気、対戦よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、ハンドそこそこいいな、ハンド結構強い。いやこれなんだかんだランク戦だといけんじゃねこれ。いややってねえけど、これなんかやってねえけどいけそう。光の霊道の効果を発動、そして光のレード発動、さらに青き目の剣士をレードの効果で召喚、そして青き目の剣士の効果を発動で、距離青き目の乙女を手札に加えていく。そして青き目の乙女を通常召喚機が残ってるんで召喚、さらに光のレードの効果を発動、光のレードの効果を対象青き目の乙女、そして青き目の乙女が対象に取られたことにより効果発動。このカードは対象に取られた場合デッキ手札墓地よりブルーアイツホワイトドラゴンを特殊召喚できるぜ。来い、これが俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。勇気ふぅ、ブルーアイツホワイトドラゴン、そして墓地にブルーアイズホワイトドラゴンを送っていく。レベル8ブルーアイズホワイトドラゴンにレベル1青き目の剣士をチューニング、聖なる地獄身にまといし白き竜よ、その青き眼に映る敵を召し、新たなる脈動をかきたてよ。真空の召喚降臨せよブルーアイズスピリットドラゴン。ターン終了だ。遊戯、貴様に今からな完全なる敗北をな叩きつけてやるからな、待っていろ勇気。ふう、勇気シロジエブルーアイススピリットドラゴンの効果発動、双眼の源流に変身し、双眼の源流は自分のスタンバイフェーズ時墓地の通常モンスター一体を特殊召喚できる。双眼の源流の効果発動、墓地より再び蘇れブルーアイツホワイトドラゴン、オラー。そしてレベル8ブルーアイツホワイトドラゴンにレベル1青き目の乙女をチューニング、新規の召喚レベル、ちょっとやべえ、不夜城の召喚工場考えてませんでした使わなすぎてすいません、考えてきます。不夜城新規の召喚、そして不夜城の効果発動、このカードが特殊召喚に成功した場合墓地のレベル9モンスターを特殊召喚できる。そしてこのモンスターが存在する限りお互いに召喚特殊召喚したターンにレベル8以下のモンスターは攻撃ができない。破壊禁止融合、ふざけんなよマジで、どうなってんだよなんでだよ、なんでだよなんでだよ、なんでそういうことすんの、なんでそういうことすんの、なんでそういうことすんだよ、ふざけんね、どういうことだよ。スターブレイダー、レード、あ、なるほどね、レード、あ、そうそう、バンリーも一応ね、いや、ビッタ一致で来たんで、最強じゃん、最強じゃん、どうなってんだよ、なんでエンタメルームにバスブレインでおかしいだろ、完全なる敗北って言われてそうか、来たわ、なんか守備力3500の以上のモンスターいるからカオスフォーム手札に加わったわ、最強だ。セットして引きずれするしかないんだけどね、引きずれして、いや、おかしいじゃん、だってさ、もうなんでこう、なんて日だでバスターブレイダーこうしてで、お互いに相手の手札を捨てさせてデッキから1枚ドローするっていうね。これ強いんじゃない、これ強いんだぜ、だってこうできるんだぜ、これ強くない、これ普通にこうしてで、墓地のブルーアイズ除外して、いけブルーアイズカオスマックスドラゴンコーリン、うわー、スッて守備表示になってガチでキモい、これに関してガチでキモい、ガチで、ね、どうしてマジどうして、浸透するわ、邪魔だ、ゼロは邪魔や、もうほんとどうして、ってね、とりあえずカオスマックスドラゴンに、浸透してスピリット出して、ただ出てきただけ、ブルーアイズ、カオスマックスドラゴンは素材、カオスマックスは素材です。で、どうして、すごくね。歌詞わかってます、歌詞わかりません、すいませんでした、ドリームズカムトゥルーファンの皆さん、すいません、歌詞がわかりません、ふざけんなよ、どうなって気持ち的だろこのモンスター、もうさ、もうバスフレとかいうさ、なんかさ、こういうマジやめようぜ、マジおもんないわこのモンスター、ほんまにおもんないで、バンリューでバスフレね、オッケーよっ、さらに行くのね、はいはい、了解です、気持ちよくなってんだろうな、相手気持ちいいんだろうな、今遊戯を楽しいんだろうな、今自分のモンスター使えよ、ガチでキモいわ、普通にブロック